はい、皆さんこんにちは、こんばんは、クロムシでございます。本日の配信はですね、サムネに黄金ネズミと入れさせていただきました。わけあってピカチュウにスポットを当てた配信でございます。理由は後半でお伝えさせていただきます。まあ、シャイニートレジャー発売前という理由もありますので、お見逃しなく、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、では始めていきましょう。ポケモン看板キャラのピカチュウなんですが、状況が変わるかもしれませんということで、いろいろなカードの現状を本日は見ていきましょう。まず一発目はこちらでございます。ピカチュウのプロモ、まあ、全部ピカチュウなんですけどね、あのプロモでございます。通称これ見返りピカチュウと呼ばれておりまして、あの浮世絵の見返り美人図をモデルにされていると思われます。2021年8月25日発売、ポケモン切手ボックスにウのプロモと一緒に収録されておりました。あとね、ファミリーポケモンカードゲームと、あと記念切手も一緒に収録されておりますね。郵便局が行った抽選です。確か1時と2時2回あったと思うのですが、当選された方へ4000円で販売された特別なボックスでございます。はい、ではトレチャさんのグラフで現在の状況を確認してみましょう。高騰時期は9万円を超えておりましたが、下落がその後始まりまして42,800円、まあそれでも42,000円で止まったんですね。現在少し拡大してみますと 56,300 円まで上がってきております。高いですよね。さて、クロムシもね、これめちゃくちゃ欲しくてね、すべての抽選に外れ、がっかりしたのを思い出します。どうしてもね、欲しかったんですけどね、ピカチュウもウも未だ未所持でございます。こちらの紹介は、まあ、素晴らしいカードデザインであることとともに、他にはない強さを感じるからなんですね。まず郵便局が行った抽選であること、これですね。ネットでもメインサイトは郵便局、要は販売元がそっちでした。そのレア感にピンときた方が抽選されていたと思われます。ここですでに株式会社ポケモンが販売した商品とは食いつき方が多少違う、要はここでふるいがかかったと捉えております。そしてもう一点は、切手が一緒に収録されていたことなんですね。切手が高騰させた、いや、そういった話ではございません。今の時代ですね、C2C、 要は個人と個人の取引が簡単に行えます。フリマアプリで個人で価格を定めて、そのまま取引できますよね。しかし、切手はですね、金券と同じ古物商許可が必要であり、無許可取引は捕まってしまいます。そのためフリマアプリでは切手販売は基本禁止のサイトがほとんどだと思います。それが市場流通の邪魔となりました。例えばちょうど同じ時期というかね、切手ボックス発売の1ヶ月前にですね、あれが販売されたんですね。25周年アニバーサリーゴールデンボックス、有名なやつですね。これは2021年7月14日からのスタートでした。ゴールデンボックスは転売屋さんも含めね、一般の方々も5万円とか6万円とか10万円とかね、自分で調べた相場価格やそれにさらに上乗せしたりと自由な価格で出品され、フリマアプリでもガンガンね、取引が行われてましたよね。この切手ボックスは実はそれができませんでした。一部切手だけを抜いた状態で販売されているいくつかありましたが、この時点で開封品なんですよね、切手抜いてるから。だからフリマアプリでの購入に二の足を踏んだ方々も多くいらっしゃったと思われます。以上2点の理由から、このプロモカードの中でも特別感をコロムシは抱いております。先ほどのその25周年アニバーサリーゴールデンボックス収録のゴールデンピカチュウってありますよね。これもついでに見てみますと、こちらも最近少し上がり始めていて、現在3万円なんですが、アニバーサリーという特別なボックス収録のプロモであり、そしてデザインも他にはないこの金キラ金。しかし同じピカチュウで同じ時期に販売され、同じように高騰と下落をしてきたのに、この価格差が生じてるんですよね。ゴールデンピカチュウは3万円、見返りピカチュウは5万6000円でしたっけ？差が出てます。元々のね、販売量にも大きな差があると思います。それも理由の一つでしょう。販売後のフリマアプリなどでの流通量の違い、そしてそこに差が出たため、他のカードほど注目されていない。しかし、レア度は高いため、現在この価格で存在している。めちゃくちゃなポテンシャルを持ったカードだと考えております。すでに高額なので、入手は難しいかもしれませんが、何かの機会があったら狙ってほしい一枚でございますね。そしてね、こうやって説明しながらさらに欲しくなってしまうコロムシでございました。
はい、次はこちらです。ピカチュウ VMAX の CSR でございます。2021年12月3日発売 VMAX クライマックス収録の、またこれまためちゃくちゃかっこいいカードですよね。V のね、CSR も、ございますが、今回は上の VMAX を見ていきましょう。それではトレチャさんのグラフをドンと。高騰時期は1万4000円を超えておりました。下落が始まり7400円まで落ちましたが、現在、まあ、ちょっと拡大してみますと、8000円のようですね。さて、VMAX クライマックス、もうすぐ発売だよっていうね、告知画像に、このカードがドドンと出てましてね、マジかよ、これかっこいいじゃんってなったのを思い出しますね。結局、2枚ほどその時は地引きしたのかな、したと思います。本当にね、素敵なカードだと思ってます。こちらをね、紹介する理由は、これも2点ですね。まず、CSR というレア度の話なんですけど、非常に息が短いレア度でしたよね、これ。VMAX クライマックスから始まって、まあ、このピカチュウとかそうですよね。それから、バトルリージョン、スターミー V やガブリアス V が収録されておりました。そして、その2個ぐらい先かな、ダークファンタズマ、ラブトロス V とかが収録されてですね、なんと、この3種類のパックにしか存在しませんでした。これご存知でしたか？一瞬で終わったレア度って感じですよね。まず、ここがだいぶ特別だと感じております。終わりになったのはね、多分その人気とかも含めての理由があったとは思いますが、後々のこの高騰要因には十分なり得る話だと、コロムシは感じております。そして、2点目は価格です。CSR はキャラクタースーパーパーレア、まあ、要は SR なんですよね。このピカチュウのように大変人気のあるキャラクターでも、正直この程度の価格なのが不思議なんですよね。そしてその価格により、まあ、CHR、CSR はなんかね、安易に扱われているような気がしてなりません。ここがポイントだと思っております。この短いスパンのレア度が何かの形で万が一注目されだしたらと考えているんですね。そして最近 CHR も上がり出してきてますよね。ポケモンとキャラクターが一緒に写っているカードは重宝されるかもしれない、まあ、そう感じておりましたので、今回こちらを紹介させていただきました。はい、では次こちら行きましょう。名探偵ピカチュウのプロモでございます。2023年10月6日発売、任天堂スイッチ名探偵ピカチュウのパッケージ版早期購入特典としてゲームと一緒に配布されたプロモカードでございます。まだ2ヶ月経ってないですね。価格は確か6500円だったかな、定価だったと思います。ではトリチャさんで確認をしてみましょう。初動はですね、4580円でした。日付を見てください。10月27日がスタートでした。ということはスイッチ発売からですね、約1ヶ月間カード単体の販売がありませんでした。ショップさんに流れてこなかったっていうことですね。現在少し上がりまして4900円でございます。さて、こちらを紹介した理由は1点です。単純にですね、数が少なそう、まあそう感じているからなんですね。まずスイッチの早期購入特典ということで、ゲーム自体に興味のある方の購入がほとんどだったんじゃないかなと思ってまして、カードが欲しくて購入した方は今回はね、なんか少なかった感じがしているんですね。これなぜなら、カードが欲しいならフリマアプリで購入しちゃえばいい。まあ、そう考えた方が特に多かったんじゃないかなと考えてるんですね。今までもそんなことたくさんありました。こういったボックスから出てくるプロモカードとかですね。ボックス自体は別に必要ない。中身のサプライとかは必要ないんだけど、カードだけは欲しいっていう方はですね、フリマアプリだけを狙っていた方かなりいらっしゃったと思います。だから、初動価格は高いんです。どこよりも早く購入できるなら、多少高くても取引が成立する。まあ、そういったことがずっと続いてるわけですね。わざわざスイッチを購入しなくても、と、そう考えられている方々もたくさんいらっしゃったと思います。しかし、まず、ショップで販売され出すのが遅かったですよね。本来、発売日か、まあ、今回で言うと、発売日が10月6日ですから、発売日当日か、遅れても3日程度っていうのが今までの主流なんですけど、今回は約1ヶ月間もかかりました。そして、フリマアプリの方では、まあ、いつも通り販売はされておりました。現在も販売されております。が、今回のですね、未開封パッケージには、初めてシリアルナンバーが印字されておりました。これ貼られてるではなく、袋に直接印字されておりました。この理由、定かではございませんが、二次流通を追う転売市場の流れを調査するためなのかもしれませんね。例えば、コロムシがね、もしこれ考えるんだったら、購入者も今匿名じゃないですか。だから、関係者の方に購入させて調査をしちゃったりとか考えちゃうかもしれませんね。コロムシだったら。まあ、何が言いたいかというとですね、カードの転売や二次販売を躊躇した方がいるのではと感じているんですね。
であるなら、ショップさんの在庫が薄かったり、少し価格が上がったりすることも頷けるんですよ。もちろんね、単なる予想ではございますが、仮にそのようなことがあるとするなら、この先まだこれ伸びてくるカードの可能性があります。そしてまだこの価格でしたので、早いうちにお伝えしようかなと思いまして、今回選ばせていただきました。はい、今回ですね、なんでピカチュウを紹介することになったかと言いますとですね、新しいタイプのピカチュウがもうすぐ出てくるからなんですよね。そのカード自体が高くなるとは考えてないんですよ。まあワンチャンあるかもしれないけど、まあそれ自体がゴーンと高騰するとはあんまり考えてません。ご存知の通り、ピカチュウは今までで一番カード化されているキャラクターのはずです。まあ何種類あるかこれは調べておりませんが、おそらくダントツだと思われます。記念カードやプロモ市販パックからもう幾度となく収録されてきたピカチュウですが、こちら来たる12月1日発売のですね、ハイクラスパックシャイニートレジャーに収録されることが発表されたピカチュウでございます。もうお気づきですよね。そうです、色違いピカチュウは初でございます。これはですね、ちょっと興奮しちゃいましたね、コロムシもね。やっぱりね、初ってのがたまらないっすよね。まあ、例えば、まあ、シロナの SR にね、このサポートカードとして色違いルカリオが描かれているのは他にはないんだよとかね、ラティアス&ラティオス GX のスペシャルアートはスペシャルアートが始まった第1号のカードであるとかね、収録カードのすべての SR がスペシャルアート仕様になっている唯一のボックスドリームリーグとかね、まあ、そのような特別仕様に気づいて自分勝手にレア感を高めていくのがとにかく大好きなんですよ、この虫はね。ですから今回のピカチュウも絶対大切にしようと決めております。マスターボールミラーもそうです。まあ特別だと思いますが、さすがにあのような価格にはならないと思ってますが、コロムシの中では同じくらい価値のあるカードとなりそうです。このような他愛もない事柄で注目度が高まったりすること、今までもたくさん事例があります。そのようなことが仮に起こりますと、本日紹介したような歴代ピカチュウにも何かしらの影響が出るかもしれません。まあ今回ですね、そのように感じたのでピカチュウだけをちょっと揃えて紹介させていただきました。皆さんでしたら、この先どんな動きになると予想されますでしょうか。はい、今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。よくね、怖いネズミなんてね表現しておりますが、ピカチュウに関しては予想を大きく外すことが本当に多くてですね、ベタな動きを全くしてくれないキャラクターであることを覚えておいてくださいね。結構コロムシもこの価格予想するのにピカチュウは手こずります。そしてですね、毎度お伝えしておりますが、すべてコロムシの勝手な見解であり、正解をお伝えする配信ではないことを忘れなく。本日はここまで、また次の配信でお会いしましょう。それでは皆さん、バイバイ。